こんにちは、金黒です。今回は蒲生うどんさんのぬくいんを食べてきます。前回の山越うどんさんに引き続き、さぬきうどんシリーズ第2弾、蒲生うどんさんのぬくいんを食べてきます。蒲生うどんさんは素朴な味のさぬきうどんなんですが、その素朴さを今回味わってきます。それでは行ってきます。蒲生うどんさんに行くには、国道11号線鴨町の交差点のこのうどん屋さんの角を東に曲がって入っていきます。この交差点角のうどん屋さんではカレーうどんを食べています。今回は蒲生うどんさんの方に行きます。この交差点を曲がって一般道に入ります。こういう住宅用の一般道で対向車が来たら何とかすれ違えるかどうかといったような道を入っていきます。ここなんかもう対抗できないぐらいの細さになりました。蒲生うどんが見えてきました。今日は金曜日のお昼12時半頃なんですが、人結構来てますね。駐車場もそこそこ止まっています。それでは食べてきます。カードが残っています。蒲生うどんさんのぬくいん食べてきました。今回食べたのは2玉で250円プラストッピングのゲソ天100円、合計350円でした。やっぱり2玉ぐらいがちょうどいいですね。あと温め方は冷たいんとぬくいんと釜揚げ、その3種類なんですが、ぬくいんは一度締めた麺を温め直したもので、少し柔らかみが出たような麺です。これが一般的なさぬきうどんの味だなという感じがします。だしの方は厳選された材料と醤油をミックスしただしなんですが、素朴な昔ながらの感じの味がします。この素朴さが蒲生うどんさんのいいところで、私は個人的に大好きです。場所は香川県坂出市鴨町420-1です。営業時間は平日8時半から13時30分頃までなんですが、麺がなくなり次第終了します。定休日は日曜日、第3水曜日、第4月曜日、体育の日になっています。
素朴な昔ながらのさぬきうどんが好きな方にはこのガモうどんさんおすすめです。今回はガモうどんさんのぬくいんを食べてきた、そんな内容の動画でした。食レポはいつもの動画と違って結構大変なんですが、今回は買ったばかりのドライブレコーダーを使ってみました。ドライブレコーダーなかなか使えるなというふうに思いました。時々は食レポもやってきますので、よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは。